ラフレシアを求めて。四五年ほど前に、取引先の人から聞いた話。その人が言うに、もうだいぶ前の出来事とのことだから、少なくとも10年以上前のことと思われる。インドネシアに A 氏、B 氏、C 氏の3人で仕事に行った。仕事といっても、半分は遊びを兼ねたような旅行だったらしい。そんなわけなので、仕事が終わってから10日近い暇ができ、最初の2、3日は、のんびりと観光を楽しんでいた。3人とも、現地は初めてではないので、なんとなく退屈さを感じていたところ、B 氏が、ラフレシアを見てみないか、と言い出した。ジャングルに入るには、やはりガイドがいる。C 氏がつてをたどってガイドを探したところ、幸いにも引き受けてくれる人が見つかった。翌日、三人はガイドのいる町へ向かった。そして、ガイドと落ち合い、装備を調達すると、その町の安ホテルで一泊した翌早朝、ガイドを含めた4人は、ジャングルへと分け入った。念のために、ラフレシアについて書いておくと、巨大な寄生花であるこの植物は、数が少ない上に、開花する時間もわずかで、なかなかお目にかかることは困難である。ガイドにも、期待はしない方がいいと、あらかじめ念を押された。まずはつぼみを探し出し、そのつぼみが開花するまで待って、花を見るというのが普通だが、日帰りで何日かジャングルに分け入っても、まず無理だろうとのことだ。それでも、たまにはジャングル探検も悪くない。何かの話の種になるだろう。三人は、そんな気分であったということだ。一日目、何の成果もなく終わった。A 氏は、ジャングルに分け入ることがこんなにも大変だとは思わなかったという。なんと言っても蒸し暑く、体力の消耗がひどい。おまけに、害になる生き物にも常に注意を払わなければならない。おそらく他の二人も同じ気持ちであったろう。二日目、昨日とは方向を変えたが、これまた成果なし。疲労困憊でホテルに帰る。もう、いい加減嫌になってはいたが、せっかく来たのだからと、明日もう一日、頑張ってみることにした。そして三日目。当然、一日目、二日目とは方向を変えて分け入る。しかし、やはりというか、つぼみさえ発見できぬまま、時間は過ぎていく。幾分早い時間だが、かなり疲れもあって、諦めて戻ろうということになった。ガイドにその旨を告げると、四人は道を引き返した。二時間半ほど歩いた頃、列の最後尾にいた B 氏が声を上げた。B 氏が指さす方を見ると、遠くに何やら赤茶けた塊が見えた。あれ、ラフレシアじゃないのか。ガイドは目を細めるようにして見ていたが、突然、
顔を引きつらせた。急ごう、黙ってついてきなさい。ガイドは小走りに進み始めた。なおもそれを気にして足の進まない三人に振り向きざま言った。命が欲しいなら急ぎなさい。ただならぬガイドの雰囲気に三人は慌ててガイドの後を追った。しばらくすると生臭い臭気が漂ってきた。ふと振り返った A 氏の目には赤茶けた物体がさっきより確実に近いところにあるのが映った。動いてるのか、あれは。この匂いがあの物体から発せられているとしたら、あれはラフレシアではない。実際に匂いを嗅いだことはないが、ラフレシアは肉の腐ったような匂いのはず。なのに今漂っているのは生臭さである。 A 氏はあれがラフレシアではないどころか、何か得体の知れない嫌なものであることを確信した。自然に足が早まる。ガイドはもちろん B 氏 C 氏もそれに感づいたようで、自然と一行の足は速くなった。生臭い臭気は徐々に強くなっている気がした。後ろを振り返ってみようと思うが、恐怖でそれもできない。後に続く B 氏、C 氏の二人も A 氏を追い抜く勢いでぴったりついてくる。普通の道ではないから全力疾走というわけにはいかないが、可能な限り早く走った。ようやく自動車の通れる道が見えてきた。ふと振り返るとそれはもう10メートルに満たない距離にいた。その距離で分かったのだが、それは大きさは2メートル近く、直径7、80センチもある寸詰まりで、巨大なヒルのような感じであった。道に出ると、ガイドが足を止め、荒くなった呼吸を整えている。三人も立ち止まった。もう大丈夫だと思います。ガイドが息を切らせながら言った。A 氏は安堵のあまり、その場に座り込んだ。他の二人も、真っ赤な顔をして、しゃがみ込んだ。落ち着いてみると、もうあの匂いはしない。ジャングルの中を見たが、木々が日光を遮っているせいで様子はわからない。あれは何なのか、ガイドに尋ねたが、首を振っただけで何も答えてはくれなかった。結局ホテルに着いても、あのことは忘れてください、私も詳しくは知らないし、忘れた方がいいですよ、と、あれが何かは教えてもらえなかった。後日、C 氏が仕事でインドネシアに行った時、かなり方々でこの件を聞き回ったようで、いくらかの情報を得ることができた。それは、人を食うもので、人を見つけると執拗に追いかけ、人が疲れて動けなくなった時襲いかかってくるという。太陽の光が好きでなく、あの時
もし早めに切り上げていなかったら、ジャングルを抜け出しても追ってきて、逃げ切れなかったかもしれなかった。それを見たら、現地でいうお祓いを受けなければならない。お祓いを受けなければ、それは追いかけた人間を忘れず、執拗に狙ってくる。三人はお祓いはしなかったが、すぐに日本に帰ったので、難を逃れたのではないか。そして、その名前はわからない、というよりも、口にしない、ということであった。近所の沼。これは僕の家の近くにある沼の話です。その沼は近くに神社、お墓があるという絶妙な場所にあります。昔からいろいろな噂が絶えず、あそこは底なし沼。あの沼にはカッパがいる。沼の近くにある女性の像の前で10回回転すると嘔吐する、もしくは死ぬ、など不吉な噂が絶えませんでした。それゆえ、おばあさんには絶対に近づくなと何度も言い聞かされていました。しかし、そう言われると近づきたくなるのが子供です。僕は友達と学校帰りに毎日その沼に寄っては魚を見て遊んでいました。この友達ってのがなかなか度胸があるというか、若干頭がおかしいというか。機会があれば紹介したい話ですが、山の中の墓地集合所に迷い込んだ時に、たまたま見つけた蔵の鍵を開けて、お札がびっしり貼ってあったドアを開けるぐらいの着物持ち主です。で、沼の話に戻します。僕とその友人は結構というか、かなりの悪友で、近づくなと言われても毎週土曜には午前中から沼で遊んでいました。で、ある日、日が暮れるまで遊んでみようという話になりました。子供にしてみれば、神社やお墓や沼なんて良いアスレチック場です。あっという間に日が暮れ始めます。暗くなったので帰ろうとしたら、沼からドボンと大きな石でも投げたかのような音がしました。僕は、魚だよね、と言いましたが、友人は、多分違う、と言います。僕は一気に血の気が引き、すぐに帰りたくなりました。そしたら友人が、今のは何か知りたい、と言います。正直知りたくありませんが、僕は、うん、と言いました。じゃあ、もう少し暗くなるまで待とう、と友人は言いました。
完全に日が暮れ、夜になりました。その間、僕と友人はずっと沼を眺めてました。魚が跳ねて、チャポン。しかし、そんな音の中に、ドボン、と、大きな音が数回。しかし、ずっと眺めていたら、気づきたくないものに気づいてしまいました。ドボンと音が鳴り、水しぶきが上がるとき、水が上に引っ張られているのです。よくお風呂でお湯に浸かっている手を思いっきり引き上げると、お湯が手にくっついてきますよね。あれと同じ感じです。そしてドボンの回数も多くなり、不意に友人が腕だよと言いました。腕、ここで自殺したのか、捨てられたのか、多分登ってこれないんだろうね。腕を水から思いっきり出せたところで、掴むものがなければまた水に戻るだけ。それが叩きつけられてるんだよ。溺れてるならバシャバシャってなるんじゃない？溺れてるならね。どっちにせよ、あれはいいものじゃないよ。もがいてるというよりは恨んでる。そろそろ君も見えるんじゃないの？暗いので何とも言えませんが、その話を聞かされたせいもあるのでしょう。ドボンと音が鳴るとき、確かに見えました。沼の水から這い出て、また水に叩きつけられる青白い腕が。アパートの隣室。もう20年以上昔の話で申し訳ない。場所は仙台市の今でいう青葉区になる。高校を卒業し、専門学校に通うために家賃1万2000円の安アパートを借りた。6畳一間で、風呂なし共同トイレの薄汚い〇〇荘という名の2階建てアパート。玄関を開けると共同の下駄箱があり、大家さんが監視してるようなアパートだ。個室の下宿みたいな感じ。よく覚えてないが、全部で10部屋ぐらいあったと思う。俺の部屋は2階の一番奥で、突き当たりのトイレの脇だった。近くに彼女のアパートがあったので、何でもよかった。だから、風呂なしでも安いこのアパートを借りた。そんなわけで、ここには週に3日ぐらいしかいなかった。住み始めて半年が過ぎ、とても寒くなってきた頃である。隣の部屋から夜中の1時ぐらいになると、チーンと聞こえる。数珠をすり合わせるような音も聞こえるから、隣の住人が仏壇でも拝んでるだろうと初めは思った。でもなんでこんな夜中に。普通は
朝とかに拝むんじゃないのかなと感じたが、別に気にはしなかった。ところが、その日からアパートで寝るたびに、同じ時間帯に同じような音が聞こえる。彼女や友達も聞いてるから、幻聴とかではなく、確かに聞こえた。壁にコップを当てて、不定期なリズムの数珠の音もみんなで確認し、気味悪がった。大きな音ではなく、耳を澄まさなければ聞こえないほどの音。彼女に、隣にはどんな人が住んでるのと聞かれたが、会ったことがなかった。ほぼ夜の時間帯しかそこにいないので、どんな人たちが住んでるかわからないが、トイレを利用する人がいるので、2階にも人が住んでいるのは確かだった。年末になり、正月を実家で迎えるため、大家さんに家賃を払いに行った。大家さんは、メガネをかけたおばあちゃんである。今餅を焼いてるから食べてけと言われ、部屋にお邪魔した。大家さんに、隣の住人はどんな人ですかと聞いてみた。大家さんはきょとんとして、隣は空きだよと言う。年寄りの言うことだから、大家さんの勘違いだと思ったが、それがどうしたんだいと聞くので、夜中に聞こえる音の話をした。大家さんの顔色が曇り、小さな声で、亡くなったか、と言った。大家さんの話では、その部屋に、訳ありの老夫婦が住んでいたらしい。訳ありというのは、席が入っていない別名字の二人だった。二人とも60代の人で、男性の方が病気で、前年の12月に亡くなったのだ。もちろん、病気で亡くなったのだが、葬式をした様子はなく、骨壺を抱えて、相手方の女性が帰ってきたらしい。それからその女性は、真夜中になると、位牌に向かって拝むようになったのだが、当時の住人から苦情が出て、大家さんは、その女性に何度も辞めるように頼んだそうだ。見る影もなく痩せ細った女性が心配で、大家さんは、おにぎりをあげたりとかしていたが、大晦日に女性は突然、お世話になりました。お父さんが呼んでるんですよ。と言って、アパートを出て行ったそうだ。大家さんは心配で、新聞とかニュースとか、1年間ずっと気にしてる状態だった。行くところがなくて戻ってきてるんだね、きっと。なんて言ってる。あんたがいない間に、あの部屋はお払いしとくからねと、大家さん。年が明け、アパートで夜中を迎えても、もうあの音は二度としなかった。もうこのアパートは取り壊しになり、今流行りのウィークリーマンションになった。香水の香り。梅雨明けのある朝、 A は寝ようとしているときに、どこからか香水の匂いがすることに気づいた。甘くほのかに桃のような感じがする匂いだった。 A は香水を持っていないので、
開けている窓から匂いが入ってきたか、自分の持ち物にたまたま誰かの香水が映っただけだと思い、気にせずに寝た。ただ、その日の後から、大学にいる時や買い物をしている時などに、あの晩と同じ匂いがする時があり、週に何度かその匂いがした。A は香水に興味がなく、友人も香水を使わない男友達ばかりなので、香水についてはよくわからないが、おそらく流行っている香水なのだと考えていた。大学にいるとき、買い物で外に出ているとき、たまに自室で匂いがする日が続いていた。そんなある日、コンビニで買い物をしていると、その匂いがする香水をつけている女の子に出会った。女の子はコンビニの店員で、地味でおとなしそうな感じの子だった。A はやはりあの匂いは香水のものだったのだと一人納得した。次の日、大学の講義の際、例の香水の匂いがし、周りを確認してみると、コンビニの女の子がいた。A は、同じ大学に通っていたのか、ひょっとしたら、今までの匂いの元の多くは、彼女の香水だったのかもしれないと思う。A はそのことを確認するため、大学や外出先で例の香水の匂いがするたびに周りを見渡してみた。すると予想通り例の女の子がいた。 A は匂いの元がわかり、安心感を得た。匂いの元が彼女であることが確認できた後も、A はゲーム感覚で匂いがするたびに彼女を探してみることを続けていた。そんなことを続けていると、女の子側も自分を見る A の視線に気づいたようで、ある日匂いがしたときに A が女の子を見つけた瞬間、女の子も A の姿を確認し、すぐに逃げるようにその場を去っていった。A は自身は軽い遊びのつもりで彼女を探していたが、見方によってはストーカーか何かと勘違いされてしまう行為だったかもしれないと、その時になって気づき、後悔をした。その次の日、A が大学で講義の開始を待ちながら、昨日のことを悩んでいると、急に隣から例の匂いがした。反射的に目をやると、女の子が怯えた表情で A の隣に立っており、なんで私のことを見ていたんですか?震えた小さな声で聞いてきた。 A は驚き、誤解を招かないように何かを言わなければならないと思ったが、いい匂いがしたからですと混乱していたため、余計誤解を与えかねない返答をしてしまった。しかしその返答をいい方向に捉えてくれたのか、女の子の表情から怯えが消え、
気に入っている香水なんです、と安堵した顔で答えた。それから A の隣に座り、香水について気に入っている理由や入手方法などを講義始まるまで説明した。このことがきっかけとなり、その後も A と女の子は一緒に講義を受けるようになり、大学や外出先で話すようになった。女の子は A と別の学部の同級生で、A の住んでいるアパートの近くに住んでおり、コンビニではアルバイトをしていて、生活圏はほぼ A と一致していた。やがて A と女の子はどちらが告白したわけでもないが、付き合うようになった。A が女の子と付き合うようになってから、香水について知ったことと気づいたことがある。知ったことは、香水の匂いはつけている人と近い距離にいない限りは簡単には移らず、移ったとしてもすぐに消えること。気づいたことは、 A が初めて匂いを感じた日はベッドに入ってから長時間匂いがしていたこと。森塩。俺が足を怪我して入院してた時、俺より早くから入院してたやつと仲良くなった。ある日、消灯後に喫煙所でだべってると、ああ、部屋帰りたくねえ、と言う。俺とやつは病室が違う。誰か、気の合わない奴が病室にいるのかと思い、そう聞くと、いや、そんなこともないよ、と言う。ただじいさんがさ、と顔をしかめるので、確かに、年寄りって気難しい人いるよな、と話を合わせると、いや、生きてるじじいなら、どうでもいいんだ、と言う。俺は話が見えないので、は？と聞くと、やつは話し出した。入院してしばらく経った頃、消灯後、喫煙所から部屋に戻ろうとエレベーターを出て、病室前の廊下に出ると、暗い廊下に、おじいさんが一人、病室入り口前で、ぼーっと突っ立っていたと。ぼけちゃってるのか、邪魔だな、と思い、すいません、通りたいんですけど、と声をかけても、何も反応がない。やつは、無視されたと思い、むっとして、どけよ、と、多少声を荒げたんだけど、やっぱり無視。もう強引に通るしかないなと思って、肩をこじれようとしたら、無抵抗で通れたんだと。え？と思って振り返ると、そのじいさん、焦点の合わない目で奴の顔を見てる、というより、奴の頭のもっと後ろを見てる感じだったそうだ。全くの無表情で。奴は、やばいと思って、急いで自分のベッドに駆け込むと、布団に潜り込んで、ブルブル震えてたんだと。そして朝が来て、看護師さんが検温に来たとき、奴は聞いた。ここって、おじいさんいるよね、と。そしたら、その看護師罰の悪そうな顔して、ああ、見ちゃった。あなた、
見えちゃう人なんだと言ったと、やつはそれからもその病室に入院し続け、俺と仲良くなったんだけど、やつが言うにはだんだん中に入ってるんだよ。昨日夜中に小便したくなって起きたら、俺のベッドの脇に立ってるんだよ。今日はどうなってるか考えると病室戻りたくないんだよ。俺は笑うしかなかったな。とりあえず盛り塩して寝ろとしか言えなかった。でもそのことが結局奴を救ったことになったのかもしれない。次の日に話聞いたら結構やばかった。俺が話を聞いた夜、奴と奴の病室前まで行った。いる？俺が聞くと、いや、もう廊下にはいないよ。いるとしたら窓際だな、という。入り口から覗き込むと6人部屋で、一番奥の窓際の右手が奴のベッド。どう？もう一度聞いたが、奴は、今日は出ない日かも、という。俺は、なんだよ、作りかよ、と笑いながら言うと、奴は固い表情のまま、塩を小皿に入れとけばいいの、と聞いてきた。お前、塩なんて持ってるの？この間、彼女に持ってきてもらった。じゃあ、皿に入れておけばいいんじゃね？とか会話して、俺は自分の病室に帰った。俺は何事もなく寝た。次の日の朝、喫煙所でタバコ吸ってると、奴が青い顔してやってきた。やばかったよ。俺が挨拶する前に、奴は話し出した。奴の話によると、枕元に塩入れた小皿置いて寝たんだと。なかなか寝つけなかったけど、気がついたら夢を見てたと。その夢を要約すると、気がつくと、古いわらぶき屋根の大きい民家の玄関前にいた。玄関を入ると大きな土間だった。上がりかまちの向こうは畳敷きの部屋があり、その向こうに障子が閉まっていた。その障子を開けて進むと、四方が障子で区切られた部屋だった。また奥へ進むと、同じように四方が障子の部屋。その奥へ入ったら、突き当たりに大きな仏壇のある部屋だった。右手が障子、左手も障子。左手はとても嫌な感じがしたので、自分は右手に行きたかったと。どうしても右手に行きたいんだけど、体が引っ張られるように左へ行ってしまう。嫌だ。右に行くんだ、行くんだと叫んでも、強い力で左へ行かされる。とうとう左手の障子を開けてしまうと、とても明るい場所だった。なぜか、あんなに嫌がっていたのが嘘のように、ほっとして部屋を出るとき、耳元で、ち、しくじったか、と、のぶとい声が吐き捨てるようにつぶやくのが聞こえ、はっとして目が覚めたら朝だったと。起き上がって塩を入れた小皿を見ると、塩がぐちゃぐちゃのゲル状みたいに溶けていたと。あのまま右に行ってたら、俺、どうなってたんだろう。奴の質問に答えられる言葉は、
俺にはなかったな。シャワーの音。一昨日と昨日、用があって都内のホテルに泊まっていました。一昨日の深夜2時頃、隣の部屋からシャワーの音が聞こえてきました。それぞれいろいろと都合があるだろうし、さして気にもせず音が聞こえる中、その日は眠りにつきました。そして昨日、都内での用事をすべて済ませホテルに戻りました。確か9時頃だったと思います。部屋で夕食をとっていると、また隣の部屋からシャワーの音が聞こえてきました。それがいくら経っても鳴り止まないのです。まず30分ぐらいで少し長いかなと思いました。しかしそれは序の口で、1時間経っても鳴り止みませんでした。1時間半経っても鳴り止まず、2時間経とうかという頃にようやく鳴り止みました。もう日付が変わっていました。前の日に部屋を変えてもらわなかったことを少し後悔しましたが、次の日は早く帰らなければいけなかったので、もう気にしても仕方ないと思い、少し苛立ちを感じながら眠りました。今日シャワーの音で目が覚めました。また隣の部屋です。その時、隣にいる人は絶対におかしいと確信しました。昨日2時間近くもシャワーを浴びたのに、次の日の早朝朝4時半にまたシャワーを浴びているのです。少しゾッとしました。部屋に忘れ物がないかどうかの確認が終わった私は、5時頃部屋を出ました。部屋のドアを閉めたその直後、隣の人の部屋のドアが開きました。髪をびしょびしょに濡らし、背は普通で、がっしりした体型の中年の女が立っていました。そして目を思い切り見開き、なぜか私のことを睨んでいるのです。この時点で泣きそうなほど怖かったのですが、その女がいつまでもそこに立っているため、廊下を通るに通れず泣きそうな声で、すみませんと言ったら、オーバーな手のアクションとやたらはっきりした声で、どうぞと言われました。濡れた髪の毛と見開かれた目と相まって、ホラー以外の何者でもありませんでした。そしてエレベーターを待っている間もそこに立ち続け、私の方をずっと見ているんです。エレベーターが1階から6階へ上がってくる時間がものすごく長く感じられました。エレベーターのドアが開いた時です。女が駆け寄ってきます。あの女と2人で乗ったら絶対に行けないと思いました。
防衛本能が働いたとでも言いましょうか。私は階段を全速力で駆け下りていました。女が後から追ってくる様子はありませんでしたが、フロントに着いた時には私は恐怖のあまり涙を流していました。フロントの方に不審に思われたかもしれません。会計を済ませ領収書を財布に納めた時、1階のエレベーターが開きました。女が出てきました。怒ったような足取りでフロントにキーも預けずに私を睨んでホテルの外へ出て行きました。私もフロントの方も何も言えなくなりました。本当に怖かったですが、何も危害が加えられなかったことだけは良かったです。トラウマになってしまい、今後ホテルに泊まりたくありません。